眠れないほどどんどん好きになってしまうからだんだん怖くなって本日の紅茶はニルギリでございます。ミルクティーでお入れいたしました。香りもすっきりしてて疲れが取れるわ。やっぱりローエンの入れてくれる紅茶が一番ね。お褒めいただけるとは恐悦至極。これは日々とびきり上等なものをお入れしなくては。それは楽しみね。少し手間取っているのよね。直訳はできるんだけど、情景に合う言い回しが出てこなくて。こうして休憩している間に明暗が浮かぶかもしれません。どうぞ今はゆっくりなさってください。ローエンは優しいのね。こんなに素敵な彼氏がいるなんて、リツカは本当に幸せ者だわ。紅茶のお供に本日はアップルパイをご用意しました。今召し上がりますか？甘いものは別腹と普段から口にしているあなたですから、このくらい余裕なのでは。おや、違いましたか？よく食べる方だと常日頃から考え。相変わらず仲がいいのね。かしこまりました。すぐにお持ちいたしましょう。そういえば昨日からお兄様をお見かけしませんね。どこかに出かけていらっしゃるのですか？
じい様の家に？それはまたどうして？そろそろちゃんと遺品の整理をしなくちゃって言ったら、リンドが立候補してくれたのよ。難しい資料も多いから、リンドじゃないとわからないものもあるし。なるほど。確かおじい様は研究者でいらっしゃいましたね。そうなると整理に時間がかかりそうです。相変わらず過保護でいらっしゃる。少しでも仕事を片付けなきゃ。かしこまりました。召し上がる際にもう一度温め直すとしましょう。それでは私は茶葉を買いに商店街へ行ってまいります。少なくなってきたので補充しなければ。大丈夫よ。気をつけていってらっしゃい。ほんと仲良しね。あの人が見たら、なんて言うかしら。最近はフレーバードティーも増えましたから、選ぶのも一興ですね。実にいい買い物でした。おや？もう帰るおつもりですか？何をおっしゃるのですか。せっかく二人きりなのですよ。もう少し散歩を楽しみませんか。アリ邸に行ってしまえばデートのお誘いですよ。
何をおっしゃいますか。私にとって一番大切なのはあなたと共に過ごす時間ですから。もちろんこのままさらってしまっても良いのですが、いかがなさいますか。ああそうでしたね。ではそれはまた今度にしましょう。では商店街を見て回りましょうか。このような散歩もいいものです。時と場合によりますが、主に公園の方が多いでしょうか。おや、あそこにあるのは。ええ、構いませんよ。手入れも行き届いていますね。丁寧に扱われているのがよくわかります。そうですね、嫌いではありませんよ。悪魔がこのようなことを思うなどおかしな話ですが、花は見る者の心を癒しますから。せっかくですし、今日のデートの記念に花束でも贈りましょうか。え、今日は特別です。何をほうけているのですか。さあ、好きな花をお選びください。お待ちください。記念に選ぶものが食虫植物？
なぜお詳しいのですか？そしてなぜこの店は品揃えがいいのですか？見ていられません。私が選びます。花屋を出てから随分ご機嫌ですね。そんなに喜んでいただけると私の心も温かくなりますね。花束一つでここまで喜ぶなんて、あなたは本当に可愛らしい人ですね。買い物とはいえこれも散歩の一種と思えば、知らず心が弾みますね。別にいいでしょう。散歩は健康にもいいのですよ。先ほどは花が見る者の心を癒すと言いましたが、私が見ていて一番癒されるのはあなたの笑顔です。このままずっと見ていたい。とはいえ、そうやって淑女らしくしていただければ花束も似合うものの。普段のジャジャーマを思い出すと花が哀れに思えてきました。事実を述べたまでです。大体何度起こしても枕にしがみつく人がありますか？アップルパイ一つに目を輝かせ別腹だと食べようとするのもいかがなものかと。二人とも偶然だな。買い出しにでも行っていたのか？おや、お兄様、もうお戻りでしたか。お前に持たせるわけにはいかないだろう。大した量があるわけでもないし。それでは私がお手伝いいたしましょう。いや、お前もやめておけ。じいさんの持ち物だから、悪魔にどんな影響が出るかわからない。
ああ、大体はな。さすがに昨日今日で終わる量じゃないから、家の掃除には手が回らなかったな。いえ、お兄様から魔力を感じます。本当にかすかなものですが。俺から？もしかするとじいさんの研究品かもな。ああ、大体は向こうで片付けたが、処分できないものもあってな。こうして持ち帰ってきた。だと、良いのですか？そうだな。そういえばお前、なんで花束なんか持ってるんだ？私は花を生けてきましょう。かしこまりました。なあ、夕飯の準備まだだろ？今夜は俺が作るよ。ああ、ありがとう。どこかでくっつけてきたのかもな。花を生けておきましたよ。机の上に置いてありますが、お好きな場所へ飾ってください。それじゃ、俺は夕飯の支度をするか。食事のご用意なら私もお手伝いいたしましょう。それじゃ頼んだ。そうだ、サラダ用にハーブが欲しいな。
ああ、すまない。お喜びいただけて光栄です。またいつでもご用命ください。いえ、またお声掛けしますね。おやすみなさい。ごゆっくりおくつろぎを。さて、私も休みましょう。今日は悪くない一日でした。彼女も楽しそうでしたし、良い夢が見られそうな気がします。一つ気がかりなことはありますが、明日ゆっくり考えることにいたしましょう。ここは？この気配は。マキシス様。マキシス様、マキシス様、お会いしたかったです。なぜ何も言ってくださらないのですか。私です、ローエンです。まさかお忘れになってしまわれたのですか。お待ちください、マキシス様、マキシス様。マキシス様。ここは今のは夢。それにしてはやけに鮮明な、あの方にお会いしたいという私の願望が見せたのだろうか。庭への扉が揺れている。家の者は皆就寝したはず。では
野党。な、この気配、なぜマキシス様の魔力が。まさかそこにおわすのはあなた様なのですか。あの方ではない。なんだこの魔物は。でかい物音がしたが、なんだこいつは。お二人ともお下がりください。これは私が対処いたします。一体何があった？今の花の化け物みたいなのは何だ？わかりません。庭から室内へ無理やり入ってきました。待て、化け物が。間違いない。この花びらからマキシス様と似た魔力をかすかに感じます。もう消えかける寸前ですが。だがなぜ今になってマキシス様の魔力がここに。とにかく風が吹き込んじゃここで眠れないだろう。ローエンは俺の部屋に来い。扉は簡単に塞いで明日ちゃんと直そう。それにさっきの化け物の調査も。マキシス様。